はい、本日のワンポイントアドバイス、毎月22日はショートケーキの日。カレンダーの22日の上に15日かっこいちごが載っているかららしいです。カレンダーを作る仕事の方はご活用ください。いただきます。どうもこんにちは、ぬっきーと申します。ロラのコラを使ってね、ガチのね歩行をやっていきたいと思います。移動する歩行ですね、移動する歩行、つまりヤグラをやっていきたいと思います。セミしようと思ったら上に行ってしまったおじさんです。はい、最近ねちょっとマジで仕事がねちょっとしんどくて、あまりね裏でできていないと感じるんですけども、頑張っていきたいと。あのコロボムうざいよな。やりやりうざっうぜえな、もう。うわイカれてる装備のやつだな、マジで。よし、これ乗る。やばい、死ぬ。助けてー。何もしてないけど、48。オッケー、味方ありがとう。ちょっとこれね、ビーコン増やしに行きます。はい。味方強いんで、しっかりこう、基盤を固めていく。強い時はしっかりこう、自分がその無駄にその邪魔しないようにしていくみたいなのが大事だと思う。邪魔してるなぁ。でまあでもビーコンを置くことによって前線はキープされてるんで悪かないんじゃねえかなっていう感じですね。ナイス、ナイス。行くぜー、俺は行くぜー、乗っていくー。やっと帝王で、てかなんか俺がちゃんとやってればもうノックアウトしてる気がするんだが、マジで粘る、粘るよ。オッケー、ナイス。ありがてー、ありがてー。めっちゃ眠いからこれノックアウトしてくれてめっちゃありがてー。もう速攻割れる。速攻勝ち決めていく。あと1ヶ月しかないんでね。まあ1ヶ月っていうかまあ、8月か。お盆で頑張ろうかなと思ってますけど。10まで。あげられっかな。ちなみにもう罰ゲームも考えてないですけど。あげられっかな。まあ全然ゴミ、4キル4ですのゴミですけど、勝ちました。味方ありがとう。最高。味方、サイアンドコーということでね。今日はこれで終わりにしたいと思います。はい。ちょっと。何を喋ったかもちょっと覚えてませんが、申し訳ないです。仕事頑張ります。皆さんも頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさんです。